皆さんお待たせいたしました。えー、と引き続きまたこちら、富士氷室からお伝えしたいと思います。えー、と先ほどから引き続き、あのここの学校という学校の代表でもあり、自身もファッションデザイナーでもある山形義和さんをお迎えして、少しこの皆さんこう見回していただきたい分かるんですが、学生たちの作品、も学生と言っていいんでしょうか、もう本当にクリエイターたちの、クリエイターの卵たちの作品をご紹介しながら、なぜこう、ファッションデザイナー が学校を始めたんだろうというところも含めて、少し教育とファッションについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では、少しあのギャラリーの中、ご紹介しましょうか。はい、そうですね。はい、じゃあ、ちょっと皆さんツアーいきます、はい。はい、えっ、ー、と、まあ、先ほど藤原さんのあのお話もあった通りで、教育の現場っていうのがどうあるべきかというところなんですけど、も、まあ、図らずも、なんか結構あの。 ここの学校の学生が取り組んでいる部分とかはかなり、はい、あの分解的な部分をやってると思いましたよね。本当です、ねはい、なんか、えー、っとそうですねまずじゃあ,あの軽くあの短い時間ですがご紹介していきたいなと思います。えーまあ、こちら貴子曽田さんですね。あの今回やっぱりあのコロナの、えー、影響で、えー、ずっと家にいながら家にあるもので、えー、自分でオリジナルで素材を作りました。えー、っと そこにある、まあ、あの食品から出る廃棄されるようなものとかをあの布と組み合わせてパッチワーク状にして、えー、と新しい素材をあの模索して、えー、と衣服に仕立てありましたね。はい、で,で桜井君は、えーとまあ、野球が好きなんです野球と,、えー、とオートクチュールのものをどうにか結びつけれないかとで汚れてもいいという。あの えと綺麗な服だけで汚れてもいいというあのイメージでものづくりをしていて、えー、とすごいレースの,あのものなんですけど泥まみれの衣服で、えー、こういう服があってもいいんじゃないかとあと男性がこういう、えー、とレースとかを,もを着たあの服があってもいいんじゃないかという,という思いで作ったものです。はい えっと、で、安藤隆二君、えー、雄大、田中君です。えー、っと、そうですね、じゃあちょっとこちらも紹介しましょうかね。はい。えっと、彼は、えっと、家にあるあのミシンのいろんなテクニックを使って、えー、彼はグラフィックをやってるんですが、あのグラフィック、の絵を描くような形でミシンのいろんなあのテクニック、 あのいろんな縫い方のテクニックですかね、こうでドローイングをしていると、はい、このようなもので,で、最終的にこのようなあの衣服を作っています。 デザイナーなんですが、やはりの男性として可愛いものが好きという感覚にちょっと生きにくさだったり難しさを感じている中においてこうニットを使ってこう生きるっていう日本の漢字、生、うん、という字を,これを巨大に編んだ作品です。うん、はい、えー、で、えーと、尾又君もいろんな、えー、と本当に、えー、とリサイクルされた服を、まあ、パッチワークにして素材を作って。 で衣服をしようとしてますね。で、河合さんもそうですね。あのそれをまた、えー、っと、リサイクルされたものをさらに壊そうとしてる行為がここにあります。で、あ向田さんあの、本人がいるので、えー、はい、向田さんは、えー、まあ、 あのまあ、新しい、えっと、アクセサリーの概念で、えー、ジュエリーをアクセサリーの概念でジュエリーの概念かであの体にいろんな実験的なことを、えー、やっていますで液体状のねあの、まあ、ジュエリーができないかとか、えー、っとこのような、えー、宝石が溶けるようなイメージだったりとかして実験的なこと。 やっていますよね。はい。大丈夫。<laughs> 大丈夫。はい。OK です。じゃあ次の部屋に。あ、で一川秀樹君。はい。あの、はい、山梨県出身ですね。市川君はこのある意味こう写真家の視点のような。 見え方で世界を見ていて、本来の目的とは少し違った目的で表現をされること、もしくは見る側が目的をすり替えて見てしまうということにあの着目をしたファッション、そしてそのあり方を考えています。はいじゃあ次の、えー、お部屋に行きましょうか。はい はい、こちら、えっと、梶原由美さんの作品は、えー、っと映像を、まあ、布に自分が作った衣服に投影して、えー、いる作品ですね。はい 彼女はあの物を拾うのが好きなんですよね拾って帰ってくるのがでもその拾うという行為が本当に写真を撮るように映像もそうなんですが見たものをその場でこう摘み取っていくかのように収集をしていくと、うん、さっきの少し藤原さんの話も近いですよね。ねはい、くず拾いの話と、はい本当に、はいいののととそういうので組み合わささっったたスカートだったりとか、えー、っと服が展示されていますはいはい で井上瑛斗君の、えーとまあ、インターネットの新とファッションの関係性を作ったらと、はい、井上君に関してはまだ若いクリエーターなんですけど私たちの世代からするとそんなに昔に感じないあのちょうど90年代か2000年代ぐらいの、うん、まさにインターネット環境でフラッシュとかが出てきた頃をあの近い過去だと、うん、もうすでにヴィンテージだという問い方をしていてすごく新鮮でした。 原さん、はい、嫌いなものを好きになるために、うん、それこそ要素分解をして、うん、そこに自分があの擬態化する、うん、似せていくという作業の中で許しという行為を出せるんじゃないかということをずっと研究し続けて花を解体をしていたり、うんうん、これはあの友人のパーツを解体をしてて自分が似せていくというものを写真化して半分だから友人と自分ですよね。そうなんでですす半、ねはい 合体しているというビジュアルですね。はい、はい。ではじゃ次のお部屋に行きましょうか。はい。えーっとでは、じ、はい、ら、石川くんの作品です。こちらの すごくあのファッション私のコース、マテリアルマターというコースなんですけども服を作るだけじゃなくて感覚だったりとか記憶といったものもあの素材化しようという試みをしていて、彼の場合はあのどうしても忘れられない香りといったものをそのまとうかのようにそれをはじめ、衣服というところからこう離してキャンドルを作ってしまうとで燃やせば燃やすほどまたこれ香りが出てくるわけなんですね。で燃やして部屋中にまた香りがこう充満をしてそこからの服にもまたついてくると。 なのであのファッションのあり方として服だけじゃなくてまさに空間だったり記憶も作るものだと、うん。うん。T シャツがキャンドルになったと。そうなんです。T シャツとか靴下です、はい、こちら。そうですね。はい。はい。一ノ瀬に君あ。あ、本人が入れた、ね、本人がいます。はい。 彼はずっとそのものづくりと人との関係性みたいなずっとこう模索をしている私は坂だと思っていて常にこう人を巻き込んでくると人と何かを関わっていくということを研究をしていると思うんですけどそれに関して彼はあの今回あの土をこねるという作業そしてその土を介して作った食器が人と人をどうつなぐだ,だったり作る使う壊すパーツを分けるというこれまさにまたこれ分解の作業をしています、うん。 はい、なんかあのお皿の中にあのスプーンとかフォークがあの融合して、えー、っといる作品を作ろうとしていてそれもすごく興味深いですね。面白いのはこのフォークの切れ端のここの割れた部分がもはやこれプリミティブなナイフみたいに見えるんですよね。うん、なのでその要素を分解していくとこう違うものが違う機能を持ち始めると。うん、はい

and my room so i could feel you know back home because i haven't been um, to myanmar in like for two two years i guess so um, am try, trying to have find this feeling to, to to be back in home so i started making this collection and the, the, the main like the fabric i, I used was um, my bed sheet so I, I asked my mom to like send everything to me um, maybe like from these are like from like ten years ago um I actually set, slept in in these veggies so so it's it's kind it kind of feels like nostalgic and like mm -hmm. kind of what well, <laughs> it, it feels like home to me the whole process is yeah so <laughs> thank you very much listen. <laughs> あのーはい、あの世界的に注目されているミャンマー出身の彼が、まあ、これからファッションでどういうメッセージを、ねはい、出すか、はい、注目しております。Thank you very much. <laughs> じゃ,あ、えーとはい、じゃあここにに中村さんんがいいいるんでで、うん、<の>そうすすねねご本人いますから、ね、<laughs> ちょ<っ>と <laughs> 超簡単で Before I came here, I, I was in graduate school, and I did research about the, the relationships with, between a person with dementia and the family who takes care of it. So um, I put, uh, I thought of, uh, I made a double image of uh, the appearance of the past and presence, and also. Um, I put some of the images of the iteration because um, the certain habits or the behavior uh, keeps repeating. So, um, <coughs> uh, I worked by the 3D prints and the, the copies of the uh, wrinkles. So, those images are.

えーとではこちらに回ってきていって井口君でえ i と井口くんで、えー、井口くんの作品は、えー、それこそ、えー、と分解者 <laughs>、はい、ですね。なんでって言いますか堅ろえど試験。他<う>さんと一般的に言われるそうです、ね、品質をテストをする機関ですよね。でさまざ、あ、まそこでいろ、えー、んな意図を。 分解をして、えー、で山梨からも糸をもらってきたりとかして、はいえー、それをまたこのような衣服で一つ一つ、まえー、なんだ <laughs> 入れ込んでステッチを入れて、えー、こういう素,素材を作って衣服を作ったと。で、えー、っとこれも一つの試験で切り裂き試験っていうんですけど。あ どあの布がどれぐらい強度があるかというのを、えー、試験するものなんですがそれで実験して、えー、でなんだっ残った生地で衣服を作ったということですかね。はい、で,で不思議なのはあのここを写していただくとこれちょっとある意味宇宙っぽいんですよね写真も含めて。で日本語であの星星屑って言うじゃないですかスターダストって。 でまさにこう彼が使っている素材もダストなんですよね、いわゆる検査で出てきちゃったゴミダストの部分がまるで星屑のように美しいものに変わっていくと、どこか不思議とこうスペース感があるのが特徴ですねそうですスペースシャトルと、ねはい、あのシャトルショッキーというつながりが。はい えっとでりは花さんですね、ヤギ花さんが、まあ、この写真で、えっと、見れば分かりやすいんですが、義足の方と、えー、コラボレーションして、えー、対話しながら衣服を、えー、作りました。はい、えー、っと、障害を持った方と、このような形で、まあ、エモーショナルな、えーまあ、対話は。 で衣服を作られるということが今まであまりなかったように思われますが、えーと、彼女はそれにトライしたというものです。はい。で、キシク。はい、キシク。あの今映ってますこのビデオがご実家のあのクリーニング屋さん。 なんですけどお父さんがヒーローだといつもシャツを着ている姿があったとでしかもあのクリーニング屋さんってシャツをアイロンかけるんですよねでも彼はあの大量に消費をされて大量に捨てられてしまうあのシャツを一度解体をして生地に戻してしまい生地に戻したものをもう一度パターンで切り直しあの再構築するということをやっていますなのであのお父様に最後仕上げていただいたそうなんですけどクリーニング屋さんとしてはこう畳みにくい きちんとたたも答えが見つからないシャツができたと、そのあたりもすごくあのメッセージが溢れた作品だと思います。はい。柿本さん。柿本さんはあのファッションっていうものを学んできた子なんですね。だからきちんと洋服をかかない作れる子なんですけど。 だからこそ、いっぺん素材に戻ろうということで、かなりこの分解ギりギりな朽ち果てていくという。永続性がないものというものに挑戦をして、これ一からマテリアルをドライフラワーで作っています。はい、えー、っと、そして、じゃあ、こちら。ですね、後藤さん、彼女はあの人生で一番最後に一度だけ着る服ということで、あの。 死に,死に行く時の洋服、缶置きに入る時の服というものをオーダーで作ろうという、これ、試みなんですけど、自分自身を仮にあの、まあ、お客様だとして、友人たちや家族にヒアリングをして、どんな自分のイメージがあったかということで、本当に人生で一応で着る服というものを完全に作り上げています。で、このあたりも、あの子供の時に着てた素材を使ったり、それをさらにあのもう一度模倣して作った生地なんかも入ったオリジナルのクチュールです。 はい、えーと、こちら馬場一平君の作品です、えーと。彼は本当に漫画をずっと描き続けて、えー、とると、えー、で彼は本当に作品作りにもう何年も時間をかけて、えー、ずっと自分が納得いくまで、えー、やっているんですが、えー、と本当に、えー、彼が一つ彼のキャラクターを象徴するのがあそこに展示されているのが、えーと 彼が十何年20年ぐらいですかねあの履き続けたあの靴下なんですが破、えっと、れ,れたら縫い直して破れたら縫い直して元の形状がわからないぐらいの,あの靴下になってるんですが、えっと、これが本当にあの現物を見ると。 素敵なあな作品です、ね。で、えーとまあ、彼の靴下のように今、あの漫画をずっと描いていると。えー、とで、僕たちはあのいつで、なので、ゴールがあるようでないようで、えーとまあ、彼の多分人生そのものが作品なのかなと思います。はい。えっ、ー、と。で、松岡君をじゃあ。 えー、紹介させていただきます。えー、ニードルパンチの手法を、えー、利用して、えー、っと自由にあの形を作ると。で、ニードルパンチというのが、えーっとまあ、変幻自在で、えー、形にあげるとまた違う,形に違う形にトランスフォームするというものに着目して。で彼は、えー 普段は管理栄養士の仕事をしているんですが、えー、栄養とファッションだったりとか、えー、と自分自身が変幻自在になって、えー、固定されない自分ということにを、まあ、提案したいというところで、えー、一つ手法としてニードルパンチというのをから発展させたい服を自由な形を作れる衣服を制作しています。 はい、そしてこちら氷ゆうたろくんの作品ですでこのメタリックなコーティングがされた靴がすごくあの印象的だと思うんですが彼は実はここであの分かるようにこの家庭用のコンロとフライパンの中で作れるしかも本人は体に悪いものは嫌であるということでこれ主にこちらのこう実験結果を見ていて分かるんですが明板だったりタピオカだったり。 基本的には身体に入ったときに害のないものをメインで使いながら、さらにそこにこの自分たちで作っていける金属の,この結晶に着目をし、さらに彼はこの足といったもの、人間の,このボディの中でも足に特別注目をして、足とその食品、食品からキッチンに作れるというふうに、まさにこう家の中で作れるクリエーションというものに,本当に挑戦し続けた1年でした。はい では、また別のお部屋に行きましょう。え、はいね、でも、こうやって見てると、やっぱりコロナの影響で、自分たちの身の前の素材に視点がいってますよね、うん。あと、こうやって全体で、あの、説明すると、あの、本当に今回のテーマの、あの、分解<回>っていう。ことを、本当に各々それぞれが、<う>あの、お。はい、やられてるのが、<laughs> あわかりますよね。そ,ですねそして、分解中のものも、こちらにありますけど。はい、えー、っと、で、今回、ちょっと、えー、特別に、えー、っと。 僕もあのリ,リトゥンアフターズというあのブランドをやっておるいるんですが、えーと、展示しております、えーとまあ、和紙を、えーとまあ、ジャパニーズペーパーですね、あの和紙の、えー、素材で作った、えー、と100%和紙100%の衣服で、えー、と和紙というのが、あのーまあ、土の、まあえーえーえー、栄養素になると。 セルロースでできているので微生物があの喜ぶあの、えー、素材であるとでそれで土に分解されるのもすごく、えー、早いと,、えー、ということで、えー、っともうこれ1か月前ぐらいにあの土にあの戻しているんですがすもう、えー、っと結構あの微生物に食べられた跡が分かります。で まあ今後僕がやりたいのは、えー、とこうやって土に還えるだけの服ではなくて、えー、と土にかえった後土が栄養,、えー、栄養のある、えー、といい土になっていい食べ物につながるとで自分たちがその食べ物を食べると、えー、食からあの衣服につなげるような、えー、とプロジェクトを、えー、時間をかけてやっていきたいなと思ってこちらをやっております。 では、じゃあ最後のお部屋に行きましょうか。行きましょう、行きましょう。さあ、最後の部屋なんですが、こちらはあのここの学校ではなくてですね、まさにこのテキスタイル産地山梨が2020年に取り組んだことをあの分解してお伝えしている部屋ではあるね、あります。 やっぱりテキスタイルをを作る現場もコロナででだいぶあ方を問われてしまったんですよねその中において時にその学生東京造形大学の学生とはほとんど一回も会うことなくオンラインでのみの,あの意見のやり取りでまた他にあのクリエイターともかなり制約をかけられた中においてものづくりをするということをしていてここで注目いただきたいのはもちろん素晴らしいあの産地の記事 テクニックはもちろんなんですがこの壁面を見ていただくと今ちょっとこう日本語だけで書いてますがあの途中経過が書かれてるんですねなのでその職人あの技,術たちを技術を持った職人さんたちがクリエイターファッションのクリエイターだったりテキサーのクリエイターだったり彼らが投げかけてくる一つのこう問いかけに対してさまざまなあの打ち返しをしているんです答えを書いてるんですねそれが時に思ってたのと違うところにこうたどり着くその過程にこそ クリエーションがあるんじゃないかということが分かっていただけるまさにこの産地の底力が見える場所でもあります次にねここの学校の学生ともこれをやりたいですよね、はい、まさにまさにえっ、ー、と今回このこちらの展示を企画させてもらった理由もまず食器のあ折り折りを作ってる職人さんの、えー、とえっ、ー、とデザイナーとか、えー、テキスタルデザインの方がどのように えものづくりをしてるかっていうのをまあ紹介するえと展示になっていてその制作過程をまあ分解するとえそこでまた理解を深めてえで最終的には何かしらのコラボレーションができるような形にえしていきたいなと思っていてえとデザイナーの側の展示もえ制作過程を紹介するようなあの展示のえ方法になって いますなので職人さんとデザイナーが、えー、理解し合えるような、あのー、展覧会ということで今回、あのーあのーまあ、我々がもともとは東京をベースにしているんですが、あのー、その職人さんがおられる富士吉田に、えー、来させてもらって、えー、と一緒に展示をするという企画をしました。でそれででで、まあ、世界に走んでいったら、はい、ととうことでで はい、今回の企画をイア、はいはい、さんと共に考えました、はい。最終形だけじゃなくて、途中経過の美しさ、途中経過にこそ可能性があるということがわかる展示ですよね。はい、ということでちょっと向こうのジャ部屋に戻って、ね、続きをお聞きしたいと思います。はい、Thank you, Kauri. That was amazing. Yes, it is. And now I'm going to ask 山形さん a b o u t his、school. s c h o o l 山形さん私はずっと持ってたことがあって、はい、山形さんの服私は持っていて、はい、私は着ているんですね。はい、で、あの、ある意味、こう、ファッションってこれなんだなと思うぐらい、コンセプトだったり、感覚だったり、ある意味、こう、時代性だったりを着ることで体験できるブランドをされていて、はい、もそういうブランドを 作っておられるご本人が学校を作ったわけじゃないですか。なぜ学校を作ろうと思ったんですか？えっと、そうですね。あの、まあ、僕がもともと日本で教育を受けて、えー、それからまあ中退をしてしまうんですが、で、その後、海外、まあ、ロンドンに行って、うん、えっと、またファッションの勉強をしました。で、日本と海外の、あの、まあ教育を受けて。 まあそれぞれいいとこがとか特徴が分かった状態でまた日本に帰ってきてでで何ですかねある種そのえっと僕がまあ日本の教育の部分であのある挫折してしまった経験があるのでえっとでまあ帰って日本に帰ってきてまあ同じように あのまあ教育になじめず環境になじめず挫折してしまったりする、まあ、学生と会う機会が結構あって、えー、なんか僕も何か伝えれることがあるんじゃないかなとあの思って、えーまあ、少しずつ最初はあのそういう場をいただけたら学校に伺ってあのお話しするようにしていたんですが。 えとまあ、既存の学校での、まあ、ある種の限界もあるので、えー、とちょっと自分でやってみようかなっていう <laughs> あのちょっと思いつきというかなんかで、えー、始めたのがこの個々の学校で、えー、ですねあので、まあ、僕があの、まあ、こういう、まあ、教育エデリケーションをやってるっていうのもなんか僕は結構一番大事なコンセプトっていうのが。 あのファッションを伝えることっていうところがあるのでファッションの,まあその素敵さとか愛おしさとかをあの伝えれたらいいなと思っているのでえとまあその自分のブランドで表現するっていう部分と,えと個々の学校であのファッションの素晴らしいところっていうのを伝えるってことはある意味同価値というかっていうところで考えていて。 えー、まあ、自分の中ではすごく、あの、わ、別れ、分けて考えてるんだけど、まあ、自然に、あの。なっていると、いう感じです。私も、数年前に山形さんにお声をかけていただいて。 初めはめファッションニュークラフトという新しいクラフトとファッションという学科をはじめ今はマテリアルマターとマテリアルとマターについて考えようというコースを担当させていただいてるんですけどここの学校は多分かなり小さな学校だと思うんですよね、はい、でもあの世界の賞を結構取りに行く子たちが出てきたりその後ブランドを立ち上げる子たちも多くいて才能を開花させるこう本当に種がいっぱい転がっている学校ですよね、はいはい、そうですね。 あの本当に、えーとまあ、2008年からスタートしてるんですが今、本当に、まあ、日本国内外、えー、いろんな形で、えー、受講生が飛び立っていてあのかなりのたくさんの方がデザイナーとなったりとか、まあ、クリエイターになったりとか、えー、僕も自分の想像を超えて、えー、といろいろ、えー、活躍するお話を聞いていますね。はい 通常授業という形で山形さん何をしてると思います私たちなんか普通にこうレクチャーをしてる感じじゃないですよねレ、ね、クチャーコースもちろん持ってるんですけどそれとは別にはいまあ基本的に彼らが持ってる、うん、あのまあ本当に悩みだったりコンプレックスだったりとかあの彼ら自身のあとルーツあのオリジナル オリジンっていう部分だったりとかを向き合って自分たちが、まあ、自分を通してまあ社会に何ができるかっていうのを考えてもらうことをもうとても大事にしていますね。で社会世間的にもであの本当に差別されてたりとかバカにされてたものの中にもすごく大事なものがあると思っていて。 で最初はそういうところを出そうとはしない、まあ、恥ずかしかったりとか、まあ、コンプレックス持ってるんであれなんですけどいやそういう別にコンプレックス持ってたりとかそういうことも、まあ、あるよねと、うん、自然だよねということを伝えてあの、まあ、それどん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 あの本当に素直にやりたいことを出,す出してもらうというかそういうのを、まあ、徹底してやっていますね。 比較的あの私も海外オランダで勉強した人間なので山形さんもイギリスに帰りましたしあの日本って海外の方が日本人は丁寧だとかきちんとしてるってよく言うじゃないですか電車もくれないしとかでその陰でやっぱりその失敗することが許されない感じの重圧ってありませんでした。ななななんかこう正解じゃなきゃきいいいけないみたいな いや、めちゃくちゃ、僕はもう正解を出せと言われると、正解が出せない、あの人なんで。はいはい、<laughs> あの、正解の人間なんですが、うん、まあ、先ほど、藤原さんがおっしゃってたようなことで、うん、僕も。あの、なんですかね、あの、きゅうりの曲がった話で、あ、僕曲がってたなと思ってます。はい、曲が、はい。まさにね、本当に、その曲、曲が。 なので逆にクリーンであると言われる日本のその中において私が参考させていただいてやっぱりここの学校で分かるのがあの規制概念でいい悪いを言わない全てがあの可能性のあるマテリアルであり一種であるというふうにもう山形さんはじめ各スタッフ先生たちみんな学生たち同士も絶対否定はしないですよね。 本当にあととても大事にしてるのがあの一つのヒエラルキーで物事を考えない例えば本当にファッションとはこうだとモードってこうだとかではなくて、えー、それをもうあのみんながあのやろうとしてることをみんなでまず共有していろんな意見を出し合ったりとかして、えー、本当シェアしますね。 あの制作過程を結構シェアしますね普通だったら結構クローズドにしてあの本当に何ですかね、まあ、あのインディペンデントに政策を進めていくっていうのがあの普通だとは思うんですが個々の学校の場合は本当にみんながみんなのがやってることを結構シェアしながらお互いのこ悩みを聞きながら考えていくということを結構大事にしていますね。うん でそうすると他人の,あの良さだったりとか自分と,、えー、と他の人の違いだったりとかがすごくおのずと理解できるとでそれで自分が何をするべきかっていうことがよりあの分かってくるて部分があるかなと思います。